ロス、どうやって運ぶんだ？ああ、とりあえずこっちこっち。まんまと罠にはまったな、愚か者が。愚か者だってよ。ゼロス君、ドジです。俺さ、しょんぷり。お前たちはレアバードは？はっ。今度こそ貴様をもらい受けるぞ。くそ。おや、ユアン様ではありませんか。なぜこのような場所に？あのおばさん、どこかで見たことが。それは私のセリフだ、プロネーマ。私はユグドラシル様の勅命にてコレットを追っておりました。こちらにお引き渡しくだされ。よかろう。だが、巫女を渡す代わりにロイドは私が預かる。それでよい。そやつに関しての命令は受けておりませんので、ユアン様のお好きになされます。コレット、行くな。無駄なことよの。心を失った巫女にお主らの言葉など届かぬぞえ。なんとクルシスの奇跡にこのような粗雑な要の門とは。愚かじゃのう、このような醜き者取り除いてくれようほど。私にくれた誕生日のプレゼントなんだから。声が出た。コレット、元に戻ったのか。あれ、みんなどうしてそんなところに入ってるの。だから、あんな子供騙しの要のもんでクルシスの奇跡が抑えられるわけがない。へえ、やるじゃないの、ロイド。なんということか。しかし、所詮は粗悪品、長くは持つまい。さあ、とにかく来やれ。離して。どうしよう、壊しちゃった。おお、やるな、コレットちゃん。俺さ、壊れちゃいそう。それでこそコレットだよね。相変わらずね。悪夢がよみがえる。コレット、ロイド、あのね、プレゼントありがとう。嬉しかったんだけど、本当に嬉しかったんだけど、あの時はどうにもならなくて。いいよ、そんなの。二人とも後ろ。こしゃくな、覚悟をし。わらわをグローセ室に償ってもらおうぞ。グローよ。ジャッジメント100点だね。ボタン、オーマジンチェフクーレッサン。終わらなくてよ、今よ。エッフの効果任せて。
そのミナミは消えるまでや。汚れた魂に裁きの光を降らせたまえ。放置してはダメ。愚か者め。魔術だ。そのミナミ愚か者め。汚れた魂に裁きの光を降らせたまえ。放置してはダメ。愚か者め。フィールド。愚か者め。了解よ。そのみ了解よ。一生このダメだよ。なんかそうだよ。受けてみな。ワークスピア。ファーストエイド。それ。ワークスピア。なんか違うだよ。愚か者め。ファーストエイド。聖なる翼、愚か者め、ここに集うて神の御心を得るのだ。エンジェルフェザー。了解よ。魔術る気だぜ。食らうが愚か者め。行くわよ、フィールドバリア。受けてみな。次元人ファーストエイド。ダメ。ナース。ダークスピア。リデュースダメージ。受けてみな。ダメ。ありがとう。ファーストエイド。魔人。愚か者め。聖なる翼よ。ここに集めて神の御心を示さ。放置してはダメ。ウラウザよ。リゴジン。はい。よかよいだ。エンジェルフェザー。ウラウザよ。愚か者め。行くわよ。ミッション。了解よ。次元人無償。フィールドバリア。なんか違うがよい。ダークスピア。聖なる翼よ、ここに集えて神の。御心を示さ。ナース次元人。放置してはダメ。ダークスピア。エンジェルフェザー。してはダメよ。愚か者め。ハーベスリゴジン。そのミナミがあるだよ。この汚れた魂に裁きの光を降らせたまえ。ジャッジメント。この汚れた魂に裁きの光を。クラウがよい。愚か者め。大丈夫？この汚れた魂に裁きの光を降らせたまえ。ダークスピア。
ロイド、今の敵の弱点を述べなさい。こんな時まで勉強かよ。ちょうどいい。イワン、貴様ともここで決着をつけてやる。クラトス。貴様、何をしに来た。シーゾケ、イワン、ユグドラシル様が呼んでいる。ミコを連れて行くのか。いや、一時捨ておく。例の疾患だ。そうか。ロイド、勝負は預けたぞ。あいつも天使だったのかい。待て、イワン。お前は何をしているのだ。なわざわざ時空を飛び越え、テセアラまで来て何をしているのだと言っている。それは、コレットを助けるため。ミコを助けてどうなる。結局二つの世界がマナを搾取し合う関係であることに変わりはない。ただ、再生の儀式によって立場が逆転しただけだ。テセアラは衰退し始めてるのかい。まだこの世界からも救いの塔が見える。あれが存在する限り、ここはまだ繁栄時代にあるということだ。もっともミコがマーテルの器となった暁には、テセアラも繁栄時代に別れを告げることになるだろう。くそ、どうにもならないのか。この歪んだ世界を作ったのはユグドラシルなんだろう。ユグドラシル様にとっては歪んでなどいない。どうにかしたければ自分で頭を使え。お前はもう間違えないのだろう。ああ、やってやる。互いの世界のマナを吸収し合うなんて愚かな仕組みは俺が変えさせてやる。せいぜい頑張ること。